本日はこちらのメタルブレスレットクリーナーご紹介したいと思います。バックルの裏側かなり汚れが溜まっている状態になります。こういった綿棒や爪楊枝なんかがあるとかなりお掃除がスムーズにいくかと思います。ちょっとかけていってみますね。こんな感じで今黒い汚れが点々と出ているんですけれども、こちらをですね乾いてしまう前に綿棒などでお掃除していきたいと思います。めちゃくちゃ簡単に取れます。汗だったりとかハンドクリームとかね、日焼け止めつける方はそういったクリームも汚れの原因になりやすかったりもしますよね。気づかない間に徐々に溜まっていっちゃうんでね、普段ずっとメタルブレスお使いの方はこうたまにじっくり見てみると意外と汚れが詰まってたりするかもしれないですよね。これかなりコンパクトでしてカバンにもねスッと入るものなのでかさばらないので使ってみてください。カーバンド消臭スプレーというものがございまして、カーバンド結構毎日つけてると汗だったりとか皮脂だったりとかちょっとこう匂いが気になるなみたいな時があると思うんですけれども、そういったものを、消臭してくれるスプレーがございます。カーバンド消臭スプレーもこちらのメタルバンドと同じこれぐらいのコンパクトな大きさになりますので使いやすいと思います。ほんのり石鹸の匂いっぽい感じの香りがするのでどなたでもお使いいただけるのかなと思います。いぎみ商店ユーマルシェ、はい、ではこちらがアフターになります。どうですかこの綺麗さ。ちょうどねこの角のところがすごく汚れが溜まってた部分になりますね、はい、うん、今ちょっとやっただけでこんなに綺麗になりました。もっとこう気合を入れて隙間もよく用紙とかでねこすっていただくとより綺麗になるんじゃないかなと思います。下に敷いていたティッシュももう真っ黒になってますね。こんな感じでかなり汚れが落ちました。腕時計眠ってしまってるっていう方なんかも引き出しから久しぶりに出したらあれ汚れ気になるなみたいなこともあると思います。そういった時にメタルブレススプレーなんかでこうお掃除してあげるとまた使ってみようかな、お出かけしてみようかなっていう気持ちにもなるかなと思います。いぎみ商店ユーマルシェ、こちらのメタルブレスクリーナーなんですけれども、こちらとですねセットになっておりますウォッチクリーニングセットというものがございまして、これまでケアをあまりしていなかった方、全くクロスとか何も持ってらっしゃらない方、とっても便利なセットになっておりますのでぜひチェックしてみてください。こちらに入っているクロスなんかも単品商品もありますので、はい、ホームページの方を見てみてください。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。